ベティ・マリオン・ホワイトは、アメリカ合衆国の女優。ゴールデンガールズのローズナイランドで知られる。エミー賞を7回受賞している。ベティ・ホワイトは1922年1月17日、イリノイ州、オーク・パークにて誕生した。母は主婦、父は、第一次世界大戦の大駅軍人で、旅回りのセールスマン県電機技師。母は、 ギリシャ人、イングランド人、ウェールズ人の血を、父はデンマーク人とイングランド人の血を引き、両親とも母はカナダ人である。大教皇の際、ホワイト一家はロサンゼルスに移り、ベッティはホーレスマン高校から同州ビバリーヒルズにあるビバリーヒルズ高校へ転校、卒業の3ヶ月後に俳優の道へ進んだ。1952年に、 テレビ番組制作会社を設立、エミー賞コメディ部門主演女優賞を受けた、ライフ・ウィズ・エリザベスは、プロデューサーとしても初の番組であった。自らの名前を冠した番組の主演と制作者を、兼ねる女性の先例として、他に、ガートルードバーグがある。この受賞並びに、女性初のシットコム制作者だったことにより、1955年、ハリウッド名誉市長に選ばれている。 2021年12月31日、自宅にて死去。99歳没。テレビのクイズ番組に、レギュラー出演を重ねて1950年代から60年代の、クイズの女王と呼ばれ、また1983年に選ばれた、デイタイムエミー賞部門賞は、初の女性司会者の受賞だった。1992年のエミリー賞を受賞式にて、 ホワイトはこれまで、グラミー賞に加えて8つのエミー賞と3つのアメリカンコメディアワード、3つの映画俳優組合賞、またテレビ番組視聴者賞を2回受けてきた。1995年には、テレビの殿堂入りを果たし、同年ハリウッドウォークオブフェームに星が授けられ、1位はオット、夫アレン・ルーデンの星のそばである。ハリウッドウォークオブフェームのホワイトの星。ザ。 メアリー・タイラー・ムーア・ショーの同窓会として放送された。ありがとうございます。